クマの過去編で回収された伏線、参戦、1。ドラゴンアルフィに愛はあるのか？幼い頃から、父親の存在すら知らずに育ったルフィ。ドラゴンはこう捨てた、ろくでなしなのかと思われていたが、クマの過去編にて、子は親の弱点だと発言。実は、風車村にルフィの様子を見に来ていたり、ルフィを応援するために、ローグタウンに見送りに来ていたりと、愛を持っていたことが分かった。世界最悪の犯罪者という立場上、名乗り出ることはできなかったのだろう。2、ボニーはもう用済み発言。赤犬やルッキからもう用済みと言われていたボニー。これは、クマが改造によって自我を失う前に、娘であるボニーが病気から回復し、クマが政府の言うことを聞く、必要がなくなることを防ぐため、ボニーの身柄は世界政府に人質として囚われていたことが明かされた。用済みということは、クマの自我はもうなくなり、ボニーに人質としての価値がなくなったということだったのだ。3、ボニーはコニーの姿になぜ化けられていたのか？血縁があると思われていたボニーとコニー、なんと実は全く血縁がなく、コニーの姿をお手本として能力の練習をしたため、コニーの姿に化けられていたのである。ボニーがただ歳を取った姿なのではなく、ディストーションフューチャーで自分の未来を歪ませた姿だったのだ。